はい、こんにちは、えー。今回のサムネイルのタイトルはですね、えー、この世界は物理学を知らないカール・マルクスと仏教を知らないロス・チャイルドが作った地獄であると、えー。カール・マルクスは物理学を全く知りませんでしたと。彼は江戸時代の後期の生まれなので、江戸時代の後半に生まれたので、で明治新が起こった頃にはもう えー、怒った直後ぐらいでもう死にましたと。ですから、その後、大正時代に生まれたアインシュタインの相対性理論や、えー、昭和初期ですね、に生まれた、えー、ニールス・ボアの量子力学。さらには、えー、戦前の、えー、シュレディンガーの、えー、何もない真空の中に全ての情報が集まってるっていう理屈と、あと、ハイゼンベルグの不確定性原理ですね。えー、何もない状態では、 それを観察するものがないじゃないかと。だから無限の観察すべき視点が何もない真空の中には必要であると。そのうちの一つがこの我々の生きている三次元世界じゃないかと。で、その三次元世界から、えー、知性を持った生命体で我々が何もない真空っていうものを考えて、その中のメカニズムを考えると。そこからなんで宇宙が生まれてくるのかを考えると。そしてイバァレッタって人がその無限の一、えー、つ一つの視点は、えー、その 平行宇宙といって可能性の世界になると我々は10分後には何をやってるかってのも全く予想はできない可能性の世界が無限にあってその三次元世界が無限にあって各生命体はそこ、その三次元世界から何もない真空についてを研究してるとこの真空の中のメカニズムが分かればこのビッグバンが何のために起こって我々人間が何のために生きてるかの全てが解き明かせるとこれがですね量子力学的な考え方であってこれが発展したものが 現在の半導体とか、あと、えー、スーパーコンピューターとか AI とか、あと量子コンピューターになってますね。特に量子コンピューターなんて量子重ね合わせの原理って言って、無限の可能性の世界が重なっていて、えー、それを0と1での重なりで示して、その答えに一気に行き着くっていう、こういう原理が量子コンピューターですね。ですから、我々の科学っていうのはこの何もない真空っていうものをベースに、えー、無限の三次元世界があって、そこから何もない真空を 考えて、それを現実にしたものが、えー、ーコレム市場の、えー、核爆弾であったり、あるいは、半導体であったり、えー、粒になったり、何もない真空になったりする電子がですね、半導体の中をいろいろですね、えー、相移転したり、トンネル効果をしたりして、それでですね、あの、今皆さんの iPhone の中とかを動かしてますね。これなんか何もない真空の中の粒と何もないっていう、この、え、仕組みに沿ってるんですよ。で、この量子コンピューターあったら無限の世界があって、 でその重なり合わせによってその答えに行き着くっていうこれまた何もない進行土台にした、えー、科学技術の推移なんですよはいこういうですね、えー、アインシュタインの相対性理論が生まれてからあと量子力学さらにはハイゼンベルやシュレディンガーやエヴァレッタこれの人たちの考えがですね何もない真空っていうものを土台にして現在の、えー、半導体やまあ、IC チップとかあと スーパーコンピューターとか、量子コンピューターを作ってますと。こういう技術が出てきたのは、ですから、アインシュタインは大正時代で、そして、えー、ニールズ・バーガー、昭和初期と。で、ハイゼンベルグや、えー、シュレリンガーや、エヴァレッタってのはもう、まあ、戦中戦後なんですよ。エヴァレッタは戦後の1960年の人ですね。この人は、あの、平行宇宙っていう理論物理なんですね。はい。で、これが現実化してきてるのが今の、えー、1980年代ぐらいから、半導体とかトランジスタとか戦後ですね。 それでさらに今あの AI、さらには動詞コンピューターっていうのにもなってますと。はい。ですからこの歩みを全然マルクスは知らないんですよ。はい。それをまずですから理解してください。マルクスはこれを知らないのに共産主義っていうのを勝手に目に見えるだけ、前の目に見えるだけの現実の中でそういう妄想を作り上げましたと。そしてこの物理学を知らないマルクスが作った、えー、妄想の共… 共産主義という妄想が、その後の世界のですね、ソ連や中国を作って現在、えー、米中戦争って我々の目の前にある、このですね、巨大な破壊を起こす、今あの地獄を作ろうとしていますと。で、かたや仏教を知らないロスチャイルド、仏理学を知らないマルクスに対して、仏教を知らないロスチャイルドですね。えー、仏教っていうのはですね、まあ、法華教に代表されるように、この、 シュレディンガやハイゼンベルグやイエバレットやニールスボーやアインシュタインが何もない真空の中になんでビッグバンが起こったんだろうと。その仕組みをですから不確定性原理とか量子重ね合わせの仕組みで解き明かしてますけども、これがですね、えー、真空の構造になってるんですよ。量子重ね合わせとか、えー、不確定性原理ですね。あと無限の平行宙ですよ。ですけど、 この答えが仏教にあって、仏教の中の法華経っていうのは、その中心には一つの、えー、メカニズムがあるっていうのが、お釈迦様の法華経に書いたんですよ。で、そのメカニズムのことを、ビッグマンを起こすメカニズムがあるって言ってるんですよ。そのメカニズムのことを、お釈迦様は極会って呼んでるんですよ。で、イエス・キリストはこのことをですね、えー、エレクシアって呼んでるんですよ。エレクシア。集会場って呼んでるんですよ。じゃあ、この何もない信仰の中に、このある集会場とは何なんでしょう それは無限の平行宇宙の重なり合いが生まれる、その中心にある何らかの、えー、ビッグマンを起こす、その元になる集会ですね。まあ、この集会に関してはですね、人間を超えた人のためのチャンネルという,ようで、えー、お話ししてますね。この宇宙の中の真空の中心にあるこの集会場を見る目っていうのはもう人間、普通の人間の目では見えないんですよ。これを見るために修行ってなるんですよ。はい。わかったでしょうか。ですから、物理学も知らないマルクス、 あと、この仏教の考え方も知らない、えー、ロスチャイルド。この二人が今、資本主義と共産主義ってものを作って、まあ、バイデンが資本主義。バイデンとか、あとヨーロッパ、ロスチャイルド、ユダヤ財閥、ロックフェラー、あと、モルガン。これが資本主義の基本的な勢力ですね。アメリカからヨーロッパ。あと、日本もその辞任にありますね。それと、ソ連から中国に渡った共産主義ですね。この二つが今、ガチで戦ってますと。さらに、 ロシアのプーチン、ガチで戦いますと,と。つまり、まあ、ロッシャイルド、ロックフェラー連合の資本主義連合、資本主義陣営と、まあ、ロシアのプーチンと、つまり、習近平が戦ってますと。この構造がですね、えー、最後の時代に来て、我々人類を悩ませてる構造になりますと。ですから、この原因がなんで起こったのかを理解すれば、えー、これを解決する手立てがあると思うんですよ。 ま、今なんか言論系のユーチューバーの人ってやたらこう、菅政権がどうだとか、バイデンがどうだとか、習近平がおかしいとか、あと、プーチンがおかしいとかえロ、ロッサイロがどうだとか、ロックヘラーがどうだとか言ってますけども、その根源的なですね、え原因をですね、考えて全てを解決するっていう、え答えが出てくるんですよ。まあ、ユバルのハギルによると、人間っては要するに、 妄想を作って、人をまとめて、集団にして、それで常にその妄想ってフィクションの中に、フィクションを作って、それに社会を当てはめて、それで発展してきたって、発展っていうか、それで最後のこの時代ぐらい来たと。それがこの4万年の中で5回あったと。一つが、昔のあの、ホモサピエンスの時代に、まあ一人のホモサピエンスが村を作ったと。集団をまとめるための、 妄想である宗教を作ったと。で、他と戦い始めましたと。で、二番目が農業革命って言って、まあ、定住する農業の村をたくさん作りましたと。で、その村人たちが信じるような、まあ、稲作の神様とか作って、村同士でまとまりましたと。で、その次には、えー、国が出てきま、す村がたくさんまとまって、国が出てきましたと。ょっといろんな村の、まあ、まとまったんで、いろんな神様がいるんで、その根源にある宇宙を作った神様が必要になってきましたと。 国同士ですね。そうするとそこにキリストとかシャカとか、アラーとか、イーウチンのヤーベとかが、あと、インドで言えばしばしになった必要になって、それが巨大な国をどん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 まとめ始めましたと。で、戦争し始めましたと。で、その次に、第四革命として、えー、産業革命で蒸気機関でものすごい多様生産ができるようになりましたと。そうしたところを露出したい時が出てきて、えー 工場をたくさん作りましたと。で、そこにたくさん労働者を雇ってコキ使いましたと。で、たくさんお金を持ちましたと。んで、そのたくさんのお金で世界を支配し始めましたと。で、それを見ていたロッシサイド家のあの身内のマルクスが、えー、共産主義っていうのを作りましたと。えー、共産主義って何かあっ,ったら、その古希使われてる労働者の人たちに行って、えー、君たちはそんな虫けらじゃないんだから団結しなさいと。それで労働組合を作ってその資本家雇ってる側にどんどん戦いなさいと。 こういうことを言い始めましたと。えー、それでマルクスが作った共産主義ってのは、要するに、ものを生産していきますと。そうそう、乗用価値って言って、ものを売ると、その利益が出ますと。その利益を資本化。まあ彼が見たのは自分の親戚のロスチャイド家を見たんですね。その資本家のところに、商品を売った利益が集まりますと。本来この利益が労働者にも平等に分配されればいいんですけど、安い賃金で雇って、乗用価値っていう利益がロスチャイドのところに来ますと。 で、この利益によって、えー、一つの資本家が他のどん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 会社を買っていくことになっちゃって、競争に勝ってですね、結局どこかの財閥、資本家が全ての、地球上の全ての会社を支配するようになるっていう、これが結局資本主義のいくつつ頃で、これが資本家と労働者で、そして最終的には労働者の反乱を起こして、革命を起こして、資本家を倒して、そして平等な社会ができるっていう、これマルクスの考え方ですね、基本的な考え方ですね。はい。 ですけど、マルクスっていうのは、えー、こういうですね、単純な、自分の家のロッサイドとか、フィリップスとか見て、そんなことを考えたんでしょうけど、自分のおじさんたちを大儲けして、世界の会社を乗っ取っていく、そのプロセスを見たんですよね。ですから、ロッサイド家とか、えー、そういうところが最後はもう、勝つと。勝った状態を見て、これ言ったんで、彼が別に未来を予言したわけじゃないですよ。目の前にあった現実を見たんですよ、ロッサイド家の。で、ですけど、彼、マルクスっていうのは、ここまでしかものが理解できませんでしたと。 なんでかって言ったら、その、自分の親戚のロッシャイロっていうのは、さらには、印刷機を回せば、それが、イングランド銀行が、えー、国債で買いますとで。その国債を各国の政府が買ったり、銀行が買ったり、世界中の各投資家が買ったりして、それでさらにその、えー、国債が償還されると、金利がくっついてロッシャイロに戻ってくるんですよ。こういうですね、あの、お金を、 印刷する。紙を回せば、あれに電気を回せば、お金ができていくっていう仕組みまでは、マルクスはわからなかったんですよ。単に資本家が労働者を安い賃金で雇ってこき使って、売れた商品の常用価値って言って利益を自分が独占して、その金で結局企業同士が戦って、他の会社がどんどん負けてって、それを吸収してロシアロケって今、世界を支配してる、え、こういう資本家ができて、これが資本主義の最後の形だ。 で、マルクさん言ったんですけど、これが実は最初の形でしたね。ロスサイド家が作った。ロスサイド家はこの形を作って、各企業の別に、えー、株式を60%か70%かデュポンとかフィリップスとか GM とかいろんな巨大企業の株を関数持ってしまうと。で、毎年株主利益でまた何百兆円も入りますと。それプラス、えー、印刷機を回せば、それが 国債になってそれが召喚されると、金利がついて税金を、世界中の人から税金を巻き上げて自分のところに入っていくると。大変なお金が入ってくると。それでまた国家事業スウェーズ運河を買ったり、イギリスを通してスウェーズ運河を買ったり、あるいは金,金の鉱山を買ったりして、えー、金の算数量を調整することによって、えー、金の値段をバランス取って、そして金本位制になったお札の値段のバランスを取りましたと。さらにアメリカ、イギリスがもダメになってきそうだと、アメリカに移って、そこで FRB を作って、 ドルっていう資源と、えー、資源と石油を、ドルという紙幣と石油をリンクさせることによって、世界の資源でドルの信用をつけて、それで世界を支配しましたと。で、アメリカの軍事力を巨大にして、それで軍事的にも世界を牛じってきましたと。それがこの100年の歴史ですね。その前の100年っていうのは、このリンデン的でイギリスを中心に7つのみを支配したっていう。ですから、マルクスっていうのは、えー、もう目の前に資本家である自分の身内のロッシャイド家が、 他の企業を全部吸収して一つの会社、資本家になったと、大資本家になったと。これがもう資本主義の最後に行き着くことだって言ったんですけど、彼はもいきなり最初に目の前に結末を見てたんですね。で、その後結局、これでバランスが取られたわけですよ。世界の国の,あの戦争をすればまた両方にお金を足して、またどんちゃんにやるとか。だけど、世界的な戦争総力戦になってくると、さすがに、 え、国家も比弊してきて、あと第二次世界大戦になると、やっぱり国家の枠組みがイギリス自体も採用してきて、それで現在に巻いてあるんですよ。アメリカがだんだん採用してきたんで、今度は共産主義の残った中国を土台にして、え、GAFA を通してクラウドを作って世界の個人の情報を集めますと。で、統一政府を作って、そこからクラウドで個人の情報を集めて、その個人の食料品や医療や資源を支配することによって、個人がもう 絶対に逆らえないようにすると。でも、資本主義の時代はあったんで、今の中国の独裁体制をそのままもらって、そしてそれで、えー、世界の人を支配しようと。もう思考とか、チップを入れて思考とか、行動や,やこういう関係も全部支配して、それで次の時代に行こうと。これが第四革命から第五革命の間で、さらに言えば、えー、今度はもう人間の体は機械になると。 えー、トランスヒューマニズムの時代になると。さらに、えー、自分たちの金持ちだけがその精神を、えー、インストールして、サイバー空間も支配しようと。で、サイバー空間とこの世も支配して、そして、最後に、えー、完全な支配を成し遂げようっていう。こういうなんかあの地獄を作ってるのが今の、えー、ロスサイドですね。はい。で、結局その前にこのワクチンを打って、どんどんの人を、まあ、殺すことですね。これなんかいろんな地獄があるんですけど、えー、 お釈迦様にといろんなバリエーションな地獄がいますと、杉鉢地獄とか、火炎地獄とか、あと、式場地獄とか、イスラム教徒の色々地獄ですねで。いろんな地獄がいますとで、今じゃあみんなワクチン打たれてこう死んでいくってのはこれ、まるで犬や猫が必要ないっていう時には保健所に連れて行かれてすげえ殺されてしまうような、まさにこれ屠殺地獄。畜生をこう殺していくような、こういう地獄が今目の前に、 できてるんですよ。皆さんわかりますこれで、さらには、マルクスの共産主義である中国。で、資本主義である、ロスサイドの資本主義である仏教を知らないロスサイドが作った資本主義。で、量子力学を知らないマルクスが作った、物にはこ知らないマルクスが作った共産主義。この二つが我々日本の目の前でぶつかり合って、日本も戦場になって、日本人がなんだかもう、皆殺しになっちゃいそうな、こういう状況が今来てますね。はい。 で結局なんでこういう状況しかマルクスに、マルクスをロスサイドに作れなかったって言ったら、それが今日のサムネのタイトルの物理学を知らないマルクスと。マルクスっていうのは結局相対論も量子論も、えー、不確定制限にも、ビッグバンがなんで起こったかもわからないんで、結局目の前にある自分のおじさんがどん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 他の会社を吸収していって、世界を支配していくと、資本の力ですね。それを結局共産主義って言って、結局この世界っていうのは、 えー、目の前にある世界が全てであって、宗教と宗教、民族と民族、さらに、資本家と貧乏人が戦い合うことによって、そこから進化が生まれてきて、最終的には、えー、平等な社会がなるなって、結局、平等な社会なんかならなくて、最後はその共産主義と資本主義っていうものが戦い合って、今これだけの核の核ミサイルがこれだけありますと、それは地球を何千回も破壊するぐらいの、 えー、力があるんで、結局そこに行くとも地球滅亡っていう。これが結局最終的な結末なんですよ。はい。わかるでしょうこのマルクスっていうのはですからこう、最後に平等な社会が来るところ、平等な社会どころか、最後の東西対決が来て、地球がもうコッパみじんに一戦解除吹っ飛んじゃうっていう、こういう結末を作ってますね。マルクスの主張主義、あのロスサイドも。その原因っていうのは、えー、物理学を知らないマルクスと、 仏教を知らないロスサイドが目の前にある世界だけが全てって作ったロスサイドの資本主義における世界、えー、支配構造、金融における世界支配構造、ドルと石油における世界支配構造、そしてそれが弱ってくると今度は、えー、独裁主義の共産主義ですね。マルクスが作った中国を利用して、えー、その独裁主義を使って、えー、世界をテクノロジーで支配しようっていう。これが結局最後に来てしまった、えー、資本主義と え、共産主義の結末なんですよ。その最後が、もう、核ミサイルの打ち合いで滅亡してしまうか、あるいはロスチャイルドが世界を統一政府でクラウドとかチップスで世界の人間の精神も行動も支配してしまうかっていう。どっちにしても、いずれにしても地獄しか生まれないっていう。それはなんでかって言ったら、まあこれ何回も言ってんですけど、えー、 物理学も知らないマルクスは何もない真空っていうものは存在のドランにあるってことも何もわかってないと。これがもうすでに科学の力によって半導体や量子コンピューターでこの、えー、平行宇宙って存在があるっていうのはもうわかってしまったと。さらに、ここに仏教っていうものを知らないロスサイルドがもしも仏教を理解したら下脱して人間っていうのは物質的な生命だけではなくて下脱してその何もない真空の中を自由在に平行宇宙、ビッグバンを越して平行宇宙のいずれの世界にも行けるっていう。 この下脱、えー、まあ、樹期仏教で言うと下脱、樹木、そして、えー、拡大、下脱、樹木、悟り、そして滅人という、このシステムが実は進化の、えー、流れにはあるんですよ。これはですから仏教とか、インドにはあるんですけど、えー、仏教を知らないロス・サイルドは結局は人間を支配するだけで、その人たちに対して、えー、きちっとしたお釈迦様やキリストや同志を連れてきて、地球上の人たちに下脱を指導すると、 そういう社会をもしも作れれば、えー、マハーバーラタってインドの古い本には、お金は何のためにあるかあったら、お金は、えー、神に奉仕するためにあるって言うんですよ。お金は神に奉仕するためにあるって、な、どういう意味かあったら、インド的に言うと、この世界、この地球っていうのは、人間に教えを教えて、そして下脱させて、えー、トワの生命に入れてあげて、精神生命にしてあげて、そしてビッグバンを起こす力を教えてあげて、これ樹器って言うんですけど、で、あらゆる世界にその生命を送って、 で、その世界で、えー、その世界にある霊的な文明を他の人は広げてあげて、また下脱させて、えー、精神生命体に進化させてあげるっていう。これが地球の役割なんですよ。ですから、もしもロスチャイルドが仏教が分かれば、えー、世界をお金で支配するとか、えー、ドルと FRB で石油で支配するとか、アメリカの軍事力で支配するとか、そんなことをしないで、各所にお寺を建てて、そこに、えー、霊的な指導者を置いて、国民たちを、えー 物欲とか金星欲とかで震わせるんじゃなくて、霊的な指導をさせますと、そうみんな下脱して、精神生命体になって、そして他の世界にビッグマンを起こして生まれ変わっていきますと。そうするとその世界にまた、えー、教えがあるんで、こういう物理学とか、えー、仏教の教えがある。その世界の人たちにも下脱させて、精神生命体にして、また、そこからの世界に送り出してあげるのが、これがですね、あの、地球が生まれた目的であり、えー、宇宙が生まれた目的なんですよ。そして、ロスサイドや、 マルクスが本来やるべきことだったんですけど、彼らはこの精神生命体のレベルっていうのは分からないんですよ。なんでかって言ったらマルクスは物理学も勉強してないと。えー、ロスサイドは仏教も分からないと。えー、ロスサイド家なんかみんな哲学のあの博士語持ってる人多いんですけど、でもやっぱり西洋人だからやっぱり仏教とか理解できないんでしょうね。えー、下脱っていうものはもう特殊なものじゃなくて誰でも目指す第一段階の進化の段階で、それを経て物質、 的なものから精神性みたいになって、ビッグマンを起こす力を得るっていう、こういう発想がやっぱなかったんで、さらにマルクスなんかもっとひどいですよね。目の前にある世界だけは全てであって、闘争の中からしか、闘争の中からしか、進化が生まれないっていう、これなんかもう、けだものの畜生度の考え方ですね。あと、ロスセイドがやってるお金で人を支配しようっていうのは、これ地獄を作る、これも、え、ガキ道を作る、ガキたちを作る、欲しい欲しい、お金が欲しい、え、物が欲しいって、ガキを作る。まさにこれも畜生の考えですね。 このマルクス、物理学を知らないマルクスという畜生と、仏教を知らないロッサイドという畜生が、えー、作ってしまった世界が今、その結末が来てるんですよ。ですから、共産主義と資本主義の最終的な決戦。これが日本の本当に間近で起ころうとして、えー、核爆弾とかが使われたらもう日本なんか消滅しちゃいますね。さらには、プーチン。えー、共産主義の生き残りのプーチンが、今度はイスラエルロッサイドと戦うっていうのは春まげのですね。はい。 ですからこれ地球がもうなくなっちゃう可能性もあるんですよ。わかりますこの今我々の目の前にある現実をですね、作ってるのはですから、物理学を知らないマルクスと仏教を知らないロスサイドたちが作ったえ不可知論者って言うんですけど、この人たちが作った地獄の最後のエンディングの地獄を作る今直前に来てるんですよ。わかったでしょうかはい、今日は以上ですとも。